はいどうも、こんにちは、こんばんは、ルックリリーです。今回はメタルギアを破壊するミッションだな。どうも、マリサだぜ。今回は何もなかったの？どうも、霊夢よ。前回のことで収録するのが少し怖かったです。それでも11月までに終わらせるという目的を立てた以上、収録をしないわけにはいかないので、頑張りました。その目的は達成できそうなの？それはこれからの俺の頑張り次第なので何とも言えませんが、Python 戦前の時に比べると、達成できる確率は高くなってます。さて、メタルギア破壊作戦ですが、もちろん作戦通りになんていきません。ボス戦です。メタルギアと戦います。RPG-7 を持っていないので、M63、アサルトライフルを持っていきます。港、で拾ったやつですね。あ、そうそう、迎賓館、でスネークを助けたときに、シングルアクションアーミーを拾っておきました。サブミッションになってたはずです。いろいろ突っ込みどころがあるが、まず、ケイプ管銃でメタルギア倒せるのか？はい、M63 はケイプ管銃というカテゴリーですが、その実、メタルギアにおいては、ですが、取り回しが銃火器より楽で、威力も高いので、めっちゃ使えます。メタルギアにおける RPG-7 ですが、動けないので使いにくいです。スネークより筋力がなさそうなグラセフのマイケルたちは軽々と持ち運んでるのにね。不思議だね。だね、フシャー。そうそう、そうそうですが、メタルギア戦後のサブミッションで、ウージーという短期間銃が手に入るのですが、パスワードで解放したテリコ、彼女とヴィナスというキャラは、メタルギアアシッドのプレイデータがないと手に入りません。話がそれましたが、そのテリコの初期装備である、ウージーを回収しましたが使わないのでここで紹介します。霊夢。イスラエル製短期間銃。その国境から兵器の輸入が困難。イスラエル製らしく大量生産が容易な設計で、また砂塵の多い戦場でも、動作不良を起こしにくくする工夫が施されており、信頼性も第一級である。オープンボルトからの発射ではあるが射撃精度も十分に高く、近距離でのヘッドショットも可能。と、まあ、使いませんがね。あ、さっきの話でちょっとだけ出てきたヴィナス。彼女がまた名前通りの美人さんなんですよ。性格は冷酷非道で殺人に躊躇が一切ないらしいぜ。アシッドは未プレイですがレッツプレイしてみてください。俺のツイッターまで感想待っています。それではムービーです。これが、メタルギア。さあ、早く爆弾を仕掛けましょう。今度は逃がさん、スネーク。リン！メタルギア！そんな、誰か！この威力、この力さえあれば、もう誰も私を追放することなどできはしない。私を見放した愚かな兵たちよ、この私が反乱の先導者を粛清する姿を見るがいい。出て行け侵入者ども。この騎士は私のものだ。あいつはスカイロスキー大佐。くそ、なぜだ、なぜ動かん。ジン、動くな。あっけない結末だな。あんなものがお前の切り札か。部下たちに武器を捨てさせろ。切り札か。面白い余興だったぞ、スネーク。スコーロンスキーの飛び入りは私にも予想できなかった。お返しに私の本当の切り札を見せてやろう。何？起きろ、ウルスラ。エルザ。ダメよ、ウルスラ。スネーク、私を撃って。エルザ、何言ってるんだ。急いで、スネーク。ウル
ルスラが来る前に私を撃ちなさい。早く。でないと私は、私は。私はお前を殺す。呪われた蛇の子供たちが生まれる前に。サイコキネシス。ウルスラとエールザはもともと一つの人格だった。人工的に超能力を強化する過程で彼女たちは二つに分かれ、ウルスラは感情と引き換えに強大な力を手に入れた。確かにあのメタルギアは未完成の試作機だ。だがウルスラがそれを補ってくれる。なんだこの動き。これが兵器の動きなのか。やめろ、エルザ。はい、メタルギアラシャ戦になります。ラシャは最初に4つの核部を破壊します。すると横転してタルーのミサイルボットの赤い部分が攻撃できるようになります。それだけです。正直オプスの戦国キャラの中でラシャが一番弱いです。でもちょっと長いし、ここから2倍速にします。お前そんなに強気で出て、後でどうなっても知らねえぞ。大丈夫です、俺は負けません。まあ信用しないで見せてあげるわね。あ、ほうほう、チャンネル概要欄に記載したんですけど、ミニマックのテクト、次回話にしまくりします。注目は近日しますが、この動画が先にアップされるか、こっちが先にアップされるかはわからないです。ここら辺どうでしょうか、マリちゃん先生。知らねえよ、っていうかなんだよマリちゃん先生って。動画のアップロードに関する管理はお前なんだから、どの動画がいつアップされるなんて、お前によるだろ。この通り、このリリー、動画に限り飛びは一切言わぬ。夏が、今回、マナトの時と場所の指定まではしていない。そのことを農家諸君らも思い出していただきたい。つまり我々がこの気になれば、動画のアップは10年20年と、ということも可能だろう。ということ、すみません、当たり前ですが冗談です。近日中に注目しますし、アップもします。セリフ投げよ。っていうかこんな長セリフを話しても、ラシャの体力が半分も減ってねえのが驚きだよ。ちなみに動画時間も半分いってませんよ。うるせえよハゲ。食べてないもん。復活さなもん。うるせえよハゲ。メインやめて、俺の体力は特にゼロよ。うるせえヘイ。Google 先生ネタは砂利道さんのだからやめなさい。ひもじいさんのポンダ抜きと違って砂利道さんのは許可出てないからな。画面中央にパラーラーの表示して区画点数も2許可ですよ。あれは若干違うしセウトでいいだろ。慣れなか忘れちゃいましたけど、セウトも別の人の動画ネタですよね。忘れちゃったの？誰のネタか忘れるくらい、いろんなゲーム実況を見てる。ということで一つ許してください。何にもしませんけど、実を言うとタイトルの付け方もセネカルトさんを参考にしてるんですよね。どこかで見たことあるセンスだなと思ったら無意識に真似てました。俺がゆっくり実況を見始めたきっかけがセネカルトさんなんですよ。彼が動画を始めたのが2009年、俺が彼を知ったのが2010年です。ちなみに俺がゲーム実況そのものを知ったのも2010年です。俺がゲーム実況を見るきっかけになったのがコツネコさんのドンキー64実況なんですけど、彼を知った当初は小学校から帰った後、彼の実況だけが楽しみでした。2009年というと俺が小6で、コツネコさんは第一ですね。兄より年上だからか落ち着いていましたし、今でも憧れです。話が変わりますけど、今ではドンコルイコールゆっくりって通称らしいですね。俺もゆっくり実況を知ったばかりの頃は、霊夢もマリサも知りませんでした。そんな俺がトルコルを知るきっかけになったのが、セネカルトさんのグレスオブサイア3の青年期戦ですね。この動画は最近見てないので詳しく覚えてないのですが、
何かのタイミングで、マリサという単語が出てきまして、お、マリサって、なんだ、と、なったわけです。ゆっくり実況って最初に、ゆっくり霊夢です、とか、名乗るものと思ってたんだけど、違うの？これが実況のいろいろあって、冒頭で名乗ること名乗らない人がいます。エネカルトさんは、ゆっくり、か、私、と呼ぶだけで、霊夢までは言いません。ボンコンコン音機の人は名乗らないかで、自分のことは、俺、と呼んでますね。とりあえず俺がボンコンで最初に知ったのはマリサです。最初に好きになったキャラもマリサです。時点で霊夢、このシリーズをここまで見てくれている人にとっては、意外かもしれませんが、ヨウムは3番目なんですよ。この次がいるので、います。どうした？通信が。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。はいどうも、こんにちは、こんばんは、ゆっくりリーです。で、戻しすぎだバカ。ごめんなさい、やられてしまいました。と言っても、最後の一発は完全にはあとですけどね。本当かよ。本当は M63 系機関銃で数字に勝負をして、わざとではなく負けて、神は、おやるつもりでした。今回のボタンは、俺のプレイスキルが昔より高くなっていたのと、M63 系機関銃が思ったよりもいい仕事をしたことですね。神は、のネタがやりたかったのと、これからお見せするのですが、ラシャは議員のナイフで簡単に倒せることを実演したかったんです。ただ、ちょっと、ナイフが全然当たりません。当たり判定がわからないです。昔はもうちょっとスパッと倒せたんですけどね。ナイフだけにか？マリサ、ボスートです。え？うわぁ！後で覚えてろよー。ボス好きだったキャラですら躊躇なく落とす。リリー、恐ろしい子。あ、そういえば、負ける直前に何か言いかけてたわよね。え、何のことです？あのバカがどうとかって。ああ、最初にマリサ、時点にレイム、3番目にヨウム、ついでキルモ、今はアヤヤが好きです。黒髪可愛い、永遠にまで回したい。きめえ。レイムも天の声もうるさいよ。きめえ。うるさい。釘宮リリー誕生の瞬間である。って、マリサちゃんゴルってここに？さっきはよくもやってくれたな。動画が終わったら楽屋に来い。っていうか誰がマリサちゃんじゃ。お、早くも足に破壊しましたね。当たりさえすれば一発で壊せますからね。この調子でガンガン行こうぜ、です。実はスネークで負けた後、ジーンで一回負けてて、この時点で少しイライラしながらプレイしてるのよね。それ言いたらめー。俺のプレイスキルが上がった。わら。後でママドール買ってあげるからさっきのことは許してください。私がママドールごときで満足すると思ったか。霊夢とは違うのだよ、霊夢とは。とりあえずママドールと私に謝れ。鉄板の上で。あいよ、ただし熱しているとは言ってない。というか今の見ましたか。赤いところを攻撃したらこんなに減りましたよ。最初のプレイで行き詰まった時に、議員がナイフ一本で倒すのを、YouTube で見た時は、こんなことできるんかーってなりました。実はスネークでラシャに挑戦するのは、その時以来初めてだったんです。なので若干緊張してました。実は M63 ではなく RPG7 を持っていて、すっぱり負ける予定だったんですけど、あいにく RPG7 を所持していなくて、でも、M63 で惜しいところまで行けましたね。怪我の功能ってやつですか。最後の一発はわざとだけどな。リリーが惨めになるからそこは強調しないであげて。霊夢、強調してもしなくても、こいつはもともと惨めだろうが。二人とも綺麗。あ、終わってしもうた。エルゾー、脱出
進しろ。エルサ、すまない。メタルギアが負けた。生身の人間がメタルギアを破壊するなんて、あれがビッグボスか。終わりだ。俺たちの国を作ることはもう。素晴らしい。ウルスラが操るラシャを破壊するとは、オセロットが目をかけるだけのことはある。グルーのオセロット少佐か。ヤツと何の関係が。お前は実に面白い男だ、スネーク。おい、終わりだ、ジン。お前のメタルギアは破壊した。核攻撃を盾に世界を凶悪するのはもう無理だ。諦めて投降しろ。私のメタルギアを破壊した？さて、何のことだ、スネーク。何？ゴースト、こんな時に何だ？スネーク、まだだ。まだ終わりじゃない。そいつは弾道メタルギアじゃない。試作メタルギア、ラシャ。性能評価用に作られた、ただの実験機だ。実験機？ソコロフ、生きてたのか？そうか。シャゴホッドを設計したあんたなら、グラニンのメタルギアのことも知っていた。だから。なるほど。スネークに情報を流していたのはお前か、ソコロフ。まさか、お前が私を裏切るとはな。確かに、あんたは私を祖国の収容所から救い出してくれた。短い間だったが、おかげでもう一度家族にも再会することができた。そのことは感謝している。だがあんたがソ連に弾道メタルギアを打ち込むというのなら話は別だ。それがスネークに協力した理由か。ソコロフ、お前は世界初の核搭載戦車の設計者、そしてロケット開発の専門家だ。そのお前がアメリカに亡命してメタルギアの設計に関わった。ならばいつかそのメタルギアがソ連に向けて使われることも予想できていたはずだ。あれが本物のメタルギアか。そう、ラシャはおとりだ。ウルスラは十分に時間を稼いでくれた。待て、ジン。私を撃つか、スネーク。しかしお前に私を撃つ資格があるのか。ボスの称号を受け継ぎながら、あるべき未来の姿を考えようとしなかったお前に。何？全ての兵士たちよ、冷戦はやがて終わる。合衆国、そしてソビエト連邦、彼らにはもはや世界を導くだけの力も権威も残されていない。泥沼と化したベトナム戦争にアメリカが苦しんでいる間、西側同盟諸国の経済は飛躍的な発展を遂げた。そして計画経済の破綻によって、ソ連にはこれ以上の軍拡に付き合う余力がなくなった。だが冷戦が終わったからといって平和が訪れるわけではない。超大国の支配から解き放たれ、これまで抑えつけられていた諸国の民族主義は活発化するだろう。そして貧富の差の拡大が互いの憎しみを煽る。大国の管理から外れて世界中に拡散する核兵器、それらがいつどこから飛んでくるかわからない時代が訪れる。たとえ同盟国であろうが、いつ敵になってもおかしくない。それどころか、同じ国の兵士同士が殺し合う時代が訪れるだろう。今のお前たちのように、昨日までの隣人が、戦友が、家族がお前に銃を向けるかもしれない。黙れ、ジン。お前を恨んでいる人間はいないか。お前をバカにしている人間はいないか。お前は本当に誰かに必要とされているのか。お前を殺してやりたいと思っている人間は本当に誰もいないのか。やめろ、ジン。
私の部下がお前たちの中にも紛れているぞ。私を裏切ったお前たちを殺すために。嘘だ、騙されるな。殺される、殺される。おい、しっかりしろ。あいつの声を聞くんじゃない。お前たちの敵はお前たちのすぐ隣にいる。お前か、いやお前だったか。この地球は無数の神官を突き刺した巨大な爆薬のようなものだ。世界がたやすく壊れてしまう。たった一発の核ミサイルで、いやただ一発の銃弾で。いたぞ、敵だ。敵、誰が敵なんだ。本当に撃ってきやがった。やめろ、やめるんだ。やめさせろ、ジーン。止めたければ自分で止めてみたらどうだ、スネーク。弾道メタルギアの準備は整った。この工場はもう必要ない。だから部下を殺すのか。私が殺すのではない、人間が自らを滅ぼすのだ。あまりにも凶暴で愚かで脆い。よく見ておけ、スネーク。これが人間の正体だ。スネーク、危ない。モナさん、いいやつだったよ。これは何度見てもショックなムービーですね。プレイ中も俺は少しの間放心しているので、このまま終わりの挨拶します。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。また次回も楽しみにしててくれだぜ。今回も尺の都合でエンドトークはないぜ。みんな今回もありがとね。バイバイ。どうも、こんにちは、こんばんは、霊夢です。今回も動画を見てくださりありがとうございます。どうも、マリサだぜ。今回もメンバー募集の要項を確認するぞ。はい、それでは説明を開始します。現在のメンバーはリリー、シン、ハニワマン、ハルヒサ、の4人です。募集要項。定員は5人、全員を合わせて9人、マイクラは全員で実況することになるわ。年齢が19歳以上の人、それ以下の人は申し訳ないけれど遠慮してね。一緒に動画を作りたい人、自分の動画を作りたいという人、上トークだけど、やる気がある人がいいわね。個人のゲーム実況、リリーを除いたグループ実況、歌ってみた、踊ってみた。あげればきりないが、とにかくジャンルは問わないらしいぜ。募集はリリーのツイッターのダイレクトメールまでお願いね。ツイッターのリンクはチャンネルの概要欄に書いてあるわよ。以上、皆さんの募集を心よりお待ちしてますだぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。